はい、本日9月16日ですよね。9月16日は祝日なんですけども、相場が動き出しましたんで、このウィークリーを見てみましょうね。ウィークリー見るときに、何度も何度もやってますけども、肝心なのはね、ここですね。こことこことここを結んで、ここに当たったら上に跳ね上がってますよねってことを確認したところ、ここ跳ね上がってますよね。これ覚えてますかね。ウィークリーです。次デイリー行ってみましょう。デイリーを行ってみますと、こういうふうにね、上がってます。まあダブルボトムと言ってもいいのかなと思いますけども、こういうふうにね、 W の字を書いて上がってますけども、 W は右辺が強いっていうのをね、何度か申し上げたことあると思うんですけども、覚えてますかね。でこれが何を意味するか、先週ずっと言ってましたけども、とりあえず買いだ買いだ買いだって言ってましたよね。あれ今でも続いてますからね。で押し目を作って買いというところで、今回はここに窓を作ってるような気がしますが、どうでしょうか。じゃあちょっと見に行きましょうか。あと4時間です。で窓を作ってますね。だから調整が入ったと私は捉えてます。ここに調整の窓が入って、で、本日ね、上昇から始まっているということで、やっぱり買いで取れるということなのかなと思いますけどもね。はい、1時間、大きなね、陽線出てますね。大きな陽線、これですよ。で窓をズバッと開けていたということでございます。だからね、ここに当たってなのかな。ここの調整波がありますもんね。こう下がって上がって、ここを突き抜けたよっていうところがありますよね。ここの調整波かな。でこういう風になっていったと。はい。でこれ調整波だとしたら結構大きいんですけども、まあでもね、この辺まではやっぱり私は買いで持っていこうかと思います。まあとにかくこのね、売りのトレンドに転換したってはっきり分かるまではロスカットをかけながら延々と買いで持っていきますよ。買いで、本日も買いで以上です。